王立名はアメリカ在住の風刺漫画家。ペンネームは変態拉致新疆ウイグル自治区出身。祖籍は河北省。文化大革命により上海から新疆ウイグル自治区に加放されていた両親の下で生まれた。文化大革命終了後、上海へ戻る。日本の化粧品や家電製品のネット販売を手掛ける。傍ら。 2009年から美白などのウェブサイト上で、時事問題に関する風刺漫画を発表し、世間の関心を集めた。2013年10月、政治警察である国内安全保衛部に乱闘を起こした容疑で召喚された。2014年に香港の中国から動員された、親中派によるデモを揶揄する漫画を掲載して以降、中国当局による弾圧が強まる。 2014年5月、妻と共に、商用で日本を訪問していた当時、政府系、メディア人民網が名指しで、変態拉致症は、新日子ビビの売国奴であると批判する文章を掲載し、環球時報など、複数のメディアに転載された、東宝網のショッピングサイトの自身のページは閉鎖され、美白のアカウントも削除された。身の危険を感じた、王夫妻は、帰国を断念した。 在日中は、埼玉大学の研究員として滞在する傍ら、新潮45や、ニュースウィーク、日本語版でコラムを連載しており、漫画執筆活動も継続している。2017年5月にアメリカへ移住した。上海独立を主張する上海民族党にも参加した。漫画家、食沢ド・ペキン、変態・ラツ留日ー・事ュ 貧乏日報2014年10月18日。ABCD 売国奴とののしられる激辛唐辛子の苦難。ニュースウィーク日本版。2017年2月22日閲覧。変態辣小弱きなんと週刊、2013年10月25日閲覧。AB 社説中国の風刺画家逮捕恐れ日本から出られず。ウォールストリートジャーナル。 2016年4月3日閲覧。住多官、中立超えうち次世漫画家、貧家日報2014年8月20日、中国美白大 V、変態辣賞流亡日本、ボイスオブアメリカ。2014年10月13日閲覧。新日売国奴と中国を追われた漫画家、王立名詞、今も政治警察とお茶を飲む悪夢を見る。産経新聞。 2016年4月3日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ btlajiao スラッシュポセツスラッシュ12116461422777899。上海民族東西、成立反響並び要求上海独立。ありがとうございます。